サッカー韓国代表の DF チャンヒョンスが活躍するサウジアラビアのクラブチームイコールアルヒラルが2019年アジア最高のクラブチームとなった。猿2000年以降19年ぶりにアジアトップに立った。アルヒラルは24日午後埼玉スタジアムで行われた浦和レッズとの2019アジアサッカー連盟決勝2戦目に20で勝利した。 去る9日、ホームで行われた一戦目に勝利していたアルヒラルは、合計3例で最終的に勝利。優勝トロフィーを手にした。なお、先発で出場したチャンヒョンスはフルタイムをピッチで戦い、浦和の攻撃を無失点に抑えた。